歯内療法学は、歯学の一分野で、歯の高組織、歯髄口内、混戦周囲組織の疾病や障害に対する診断、予防、治療に関する研究を行う臨床歯学の一分野である。歯内治療学とも、歯髄疾患、混戦性死臭組織疾患の予防と診断及び治療法を考案するとともに、高校並びに全身の健康保持を図ることを目的とするほか、 歯の外傷や変色に対する治療も対象としている。大学によって、歯内療法学単独の教室でなく、歯周組織の治療の研究を行う、歯周治療学と歯内、歯周療法学などとしたり、歯の腐植等の欠損に対する修復を行う、保存修復学とまとめて、歯科保存学、腐植学等とすることもある。主に生活資髄への治療法である資髄、 保存療法や、髄除去療法、根幹の感染に伴う、根幹無病変の治療法である、感染根幹治療や、外科的破内療法などが、治療法として挙げられる。髄の細菌感染の有無によって招致が大きく、分けられる。細菌感染を引き起こしていない、髄空に対する承知としては、髄を覆う、健全増下質が薄い場合に行う、関節腹髄法、 右食造下室の除去を行った際に、露髄の恐れがある場合に行う、しばらく間的関節複髄法、全くの健全髄の露出に対して行う直接、複髄法などがある。感染、炎症が一部に留まっている場合には、断髄法を広がっている場合は、抜髄法を行うことになる。そして、混戦周囲組織に炎症が存在する場合には、感染根幹処置を行う。 変異性死腫炎や血行からの細菌感染より、死髄疾患を引き起こすこともある。死髄空に対する処置を行うとき、死がの解剖学的形態によっても、処置方法が異なってくる。死がの形成は、永久歯や乳歯を問わず出生後にも、継続的に行われており、完成馬ばかりではなく、未完成の死がに対する処置に対しても、手術法が考案されている。また、 湾曲、強削、偏と異常即死、異常分岐などの根幹の形態異常に対する手術法についても研究がなされている。鼻医療法において根幹の拡大と形成、その後の重点は重要なものであり、その方法として下記のような方法がある。軽度輸食のように治療すべき疾患が高組織に限定されている場合は、失われた。 発出を何らかの歯科材料で補えばよい。しかし、地図や根潜部にまで細菌感染が及んだ場合は、患者自身の持つ免疫力が問われるために治癒までの期間が症例で異なってくる。基礎疾患を持つ患者とそうでない患者や年齢などによっても鼻治療は大きく左右される。また直視できない状況下で器具の操作をする場合がほとんどで、 死水空の独特な形態ともは今って花井療法の困難さを増している。そして技術の困難さと手術にかかる時間を鑑みて現在の保険制度で十分な余裕を持って処置を行うことは簡単ではないが異常に低いのでぶっちゃけ赤字となる。そのことも花井療法の困難さを増している原因の一つと挙げても過言ではないと思われる。とだ。 P4 須田市海学大辞典。P1216 から1217七林松島 AB 中村中川。勝美ピアニッシも、121から123林、やピアニッシも、159から161。一勝美ピアニッシも、123から125林、やピアニッシ百六十一から百六十四勝美ピアニッシ百二十五から128はや P165 から169、安田、ピアニッシ百128から140、松島、ピアニッシ百181から187、安田、ピアニッシモ、140から142、松島、P187 から197、小木曽、P123。ありがとうございます。